今日はですね、私持っていますエンブレムシリーズが新たに発売になるということで、このメンバーに来ていただいてます。田村豊美と申します。アメカワフミです。アメカワフミです。高橋ゆき子です。ゆきさん、女子連の東京のあれですよね、もう猛者を束ねていた。いや大丈夫、その猛者とか。よろしくお願いします。ちょっと我々結構ビビってきてます。エンブレムシリーズと言ったらこのメンバーです。はい、ね、はい、あの本当にあのプリンスの中ではラフィノさんの、ね、動画ですごい、あの見てくださった方が多くて、すごいね、あのいろんな地方行っても、はい、すごい反響がね、地方行っても皆様のお名前がすごい出てきて、え、知ってますかって言って、いや知らないって言って、すごい雪ね、うん、すごいね、雪ね、そうだね、もう始まってます。まあ我々あの味を占めて、また皆様のお力をお借りして、また新作を、ね、大々的に広めたいと思ってお邪魔しました。はい、はい、でちょっと早速なんですけど、あのもう一回ちょっと中央店長が全然出てこない。ああ、はい、一応います。今日は僕あのお味噌さんなんで、あの端っこの方で言うんですけど、出番あるか分かんないから、ね、出番がなさそう、なありそうではなさそうなのよ。いや分かんないよ。ということで改めて、あの普段皆さんにお使いいただいているエンブレム120とエンブレム110の今回は新色でございます。シャンパンゴールドみたいな、うん、大人な感じ。そうですよね、合ってるよね、うん、何か迷いを気に入る。そうですね、うん、好き。いい感じ、いい感じ、いい、どうですか。いいですよ、トロミさん、うん、きらびやかな感じがね、合ってるわね、私たちに。ちょっとあの自分のペースがつかめずに、やばい。ちょっと復習を兼ねて、この、エンブレム120の商品の説明を簡単にさせていただきますと、これ先ほど申し上げましたように大ヒットしてるんですけど、はい、この120っていう面が大きいサイズって、だいたい結構反発力重視でフレームの形がラウンドっぽく作られているものが多いんですけど、これここのフレームの部分が四角っぽくなっている断面図が、でボックス形状って言われるオーバーサイズって本当に珍しくて、これボールが当たった時にグッとこう掴むような感触が出るので、皆さんのようにやっぱりボレー校舎の方は非常にボレーがしやすいというところで、うん、パワーがあるんだけどコントロールがいいっていうのがこのエンブレム120の本当に大ヒットしている要因です。うん、うん、それともう一個、このゆきさんこっちですよね。そうです、エンブレム110もやっぱりボレーに特化してて、我々この2つキレキレボレー、ボレーが切れるっていうのをキャッチフレーズでやってるんですけど、これ110の面の大きさのものって結構長さが長いラケットって市場には多いんですけど、これ普通の他の、まあ、競技向けラケットと同じような長さになっているので、非常にこうボレー出た時の取り回し動きが速いっていうのと、これガットの本数が 16×18 ってちょっと本数が120とかに比べると少ないので、このストリングスのパワーが使えるっていうのも特徴なので、こう面を合わせるだけでも角度の効いたボレーがいったりとか、そういったことでこの2つっていうのは今絶好調でございます。で一応今回この110の方でカラーのちょっと経歴を用意したんですけど、これ110の出始めですよね、110の最初、で次がホワイト、これ、うん、あ、そうですね、うん、ホワイト でこれ限定色で、そう、赤いやつ、今ね、お二人使っていただいてます、うん、で、それをやった後、これブルー、ワイズカラーだ、はい、このブルーが、うん、出て、で今回、シャンパンゴールド、そう、このゴールドなんで、これも限定です、毎回限定で、毎回限定でも全部あっという間になんか売れちゃってません？そう全部完売ですよね、こんだけ量出すってなかなかない、同じのこの性能で皆様からは大満足いただいている声が多いので、はい、今回も限定カラーということで、はい、使っていただきます、はい、ぜひこれで打ってみてください、
その後じゃあダブルスやりましょうか。おいあの今エンブレムシリーズをお使いいただいて、皆さん結構もうだいぶ長くシリーズ使っていただいてると思うんですけど、このいろんなラケット、まあ、プリンスでもいろんなラケットある中でエンブレムが気に入っているところとかをちょっとお伺いしたくて、エンブレム110を普段使っていただいていると思うんですけど、はい、まあ、こんなショットがいいかなとか。どう、全部気に入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと端っこに当たっても、はい、あの飛んでくるのは、はい、あのすごくなんか自分の調子が、まあ、ちょっと悪い時とかに、うん、あの当たれば飛んでくっていうのは、うん、すごく頼もしい、うん、そこはすごく気に入ってて、まあ、どういう状況でも自分がね調子悪い調子いいとかあるけど、どういう状況でも使いやすいのが気に入ってます。なるほど、うん、結構あれですもんね、こう男性の球をお相手する時とかもありますよね、うん、あとはレッスンでもすごくね、はい、長い時間コートに立ってたりとか、はい、まあ、長い時間テニスをしてる、ね、時が多いので、まあ、そういう時も、うんうん、そうか、カバー企業はそういう力強いボールが来ても、うんうん、ボレーでいなせるみたいな、はいはい、シャーシャーやってシャー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 やってシャーシャーやりやすいんだよ、それ ね順番にお伺いします。少々お待ちください。120ですよね、エンベルム120を、はい、全部パンパン。ありがとうございました。ありがとうございました。この流れを続けて。本当にどこに当たっても帰る。なんならフレームに当たっても帰る。これに当たっても帰る。ここに当たっても帰る。フリーズなんか確かにね、一番フレーム厚いんですよ。30ミリ。この前試合で相手の人にあのぶつけられて帰っちゃったら、もうそのラケットって言われました。どういうことですか。私の腕じゃなくてラケットって言われたんですか。悔しかったんだろうな、きっと悔しかったんだろうな。はい、静かに見てる。我慢して。じゃあやっとあの出番の豊美さんは全部気に入ってます。これであの120でシングルとかもやっちゃって、まだ振り回したいのでストロークのコントロールがこれいいんですよ。スピンがかけやすい感じがすごいします。なんか白いのはうちの方はシャー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 ってやつでシャーって滑り出すみたいな感じで、まだ私ストロークしたいので、はいはい、あと今やっぱキャッチ、はい、ドダブがこうスマッシュとか打たれることがたくさんあって、それをキャッチで何でもまあ返るので、すごいいいと思います、はい、やっぱりあとはこう強い球も前も言ったんですけど、はい、強い球と男の人球にも負けない感じが軽いんだけどあるから、じゃあ早速ダブルス編行きましょうか。シャーシャー地獄ダブルスをお願いしに来たんだよね今日。でも宮田さんずっとチーンってなってる。今日は嫌だなと思って。ここで嫌な思い出が出てきた。じゃあこの4人で行こう、はい、この4人でよし投げない。修行に行ってきます。どういうペアとか、ペアどう対戦したいんでしょ。だって白くて、はい、じゃあお願いします。言ってお願いします。お願いします。よし、楽しみだ。行ってみよう。